初にお披露目したのが守谷だったんですけども、その守谷の次に、神栖市のぶっちゃけ祭りがありまして、そこでたくさん最初に振ったんですが、またね開催できるといいなと思います。はい、それでは上川話し向きよし、うちのまやちゃんです、はい、実はまやちゃんこの T シャツのここにちょっとあのイラストがあるんです。ちっちゃくて見えると思うんですけど、ナマズとキツネのやつをデザインした T シャツを着てるんですけども、本人がデザインしたうちのマークでございます。ということで、ありがとうございます。はい。